どのタイミングでスタートを切るんですか。打ち出す前ぐらいですか。球投げてインパクトの前ぐらいでイメージとしては動いている感じです。ピッチャーの球威とか球種とかキャッチャーが構えてる方向とかあのコースとかバッターの特徴とかあとは勘。データと勘とどのぐらいの割合なの。データというかデータよりも目で見えてるものです。今投げてるピッチャーと今打席に立ってるバッターここまで対戦歴がないんで、あったとしてもそれが全てではないと思うんで、僕のフィーリングだけで守ってるって感じ。ピッチャー構えてノーション入ったら大体どっち足でもあんま決めてないんですけど、まあ、右かってこういう2歩動いてこうとかこうとかっていう感じです。大体こうやって待つ人もいるんですけど僕はでもまあデメリットとしては結構バック踏みやすい。どうしてもプロのバッタースイング強いんでビビってバック踏むんですけど、まあ、気をつけてる。 そこだけがデメリット。デメリットはやっぱり銅から銅なんで、こう銅から銅なんで正から銅じゃなくて銅から銅なんでスピードは出るんですよ。だから言うたら用意ドンじゃなくて用意ドンなんで加速するスピードは速い。外野守備で大事にしなきゃいけないところってどういうところですか。バッティングを勉強することじゃないですかね、はい、僕はバッティングが好きなんでどういう角度でとか、まあ、そういう守備練習ではゲーム の打ったらよくカーソル出るじゃないですか落下地点に。それを予測するだけだと思うんで、そこに走るだけなんですよ、実際。バッティングをいっぱい学んで、練習で打球をいっぱい見る。追うというよりも見る方が大事だと僕は思う。こだわりないんですか。ないです。こだわりない理由って何かね。取れればいい。内野手と多分違うところは例えば落球とかもほとんどないじゃないですか。言い訳になると思うんで外野手の落球はグローブのせいとかでは僕はないと思うんで。キャッチャーミットでも行きますよ。1点やと出ていく。ピッチャー用とかでも行くし何でもいい。ありがとうございます。ありがとうございます。してね、楽しいイーグルスのチャンネルなんだよ。